やつけた。あ、やつけたっぽい。パパやつけた。嬉しい。嬉しいってことはないか。でもなんかパパの様子がおかしいとか言ってたから、あなたは膝から崩れ落ちた。とても疲れたのだ。そして父は死んだ。ジェスの頭は転がれ落ち、キラリと光る目があなたを向く。ただ一度だけ。それ以上は動かなかった。闇は引いた。だが、遠くどこかで、激しく、心音が鳴り続ける。おー、終わった、嬉しい。めっちゃ時間かかったんだけど。そんで、勝ったと思ってるの？あなたは、だいぶ間違ってるみたいね。奴を止める方法なんて、ない。どんなにあなたと、そのカタツムリが頑張ったとしてもね。決して終わらないのよ。なんだっけこいつ。こいつ人形じゃなかった？はぁ、戻った。嬉しい。普通に、なんかちょっとクリアしたの？こちらにエントリー。待ってみていい？Moving day. Dine. Toby, the toilet, father.なんか、なんだ。あと4つ何があんだな。多分エンディング何個かあるかも。ちょっと待って。どうでもこれ。これか。ちょっと探していい？ハウスエンディング。6個のエンディングがあるらしい。俺は一体何のエンディングを手に入れたんだ。わかんない。まあ、1個ずつやっていくもん、もはや。待ってね。何が違うのかもわからない。全然わかんないんだよ。うわ、猫をボールでクラッシュ潰すって書いてある。怖いね。そんなこと考えもしなかったぞ、お前。怖い。ママをベアトラップに引っ掛ける。斧で妹を殺す。じゃあ、みんな自分の手で殺したバージョンの、あれだ、エンディングだ。グッドガール。全然グッドガールじゃねえぞ、お前。でもなんか心中するつもりだったのかな。頭おかしくて、パパが。あ、ネズミも撃たないといけないな。トイレになんかモンスターが出てくるらしい。オッケー、じゃあちょっとやってみよう。リスタートで。とりあえずなんかグロいこと全部すればいいらしいな。いつもとでも流れは一緒なのかな。このトゲだったんだね。気づかなかった。怖いことすれば。みんな目つぶって。あ、怖いよ。本当に怖いじゃんこれ。やめてほしい。電気つけてこよう。まあいいや。あ、いけるか。間に合うか。あ、間に合いそう。オッケーオッケー。ちょっと電気つけてこよう。オッケー。で、ママをベアトラップに引っ掛けるらしいよ。ウケない。これは普通にやっといていいのかな。もうこうなるわ。お茶目。ママ勝手に引っかかるかな、これ。置いとけば。見とく、一応。お姉ちゃんは？お姉ちゃん、怖い。怖いよ。怖い、怖い。お姉ちゃんいた。ごめんな。怖い。あなた怖いわ。やばいね、こいつ。こいつも頭おかしいから、先にパパ、ママとお姉ちゃん殺しといたよ、みたいな感じかな。怖っ。こいつはもう殺しといて。あと誰殺さないといけない？すごい殺しに飢えてる人みたいになってる。これは多分火消しといた方がいいんだろうな。これもしかして殺しとく？ごめん、ちょっと話しちゃった。こいつは殺さなくていいの？こいつは殺せないんだ。殺せない。殺したくてしょうがないじゃない。何かまた。大丈夫。
ママは死んだのかな。無事にママいなくなってる。怖い怖い、意外と怖い。そっか、みんな悪霊となって飛んでくるんだ。襲ってくるんだ。そりゃそうだ。難しい旅になりそうだ、これは。ごめんね、ママ。はっけない、ママ。姉ちゃんは殺しとかないで。これ。怖っ。あいつも撃っとかないで。ボタン間違えた。やってる間に OK OK で、ママは多分死んで、こいつも殺す。怖いんだよ、だから。ちなみにこいつは邪魔くせえから置いといて、でだ。こいつも殺せばいい。大丈夫だ。あ、話しかけんの、あいつは攻撃じゃなくて。話しかけないといけなかったみたい。ここで話しかけんの。話せた。どうしたんだい。なんか可能性を感じるね、君には。まだあと一つ魂は残っている。だけどどこだ。え、わかんない。お前じゃなくて。キャー、はい、待って、そういうことか。ドリーがいたわ。ドリーって多分人形かな。怖っ。 OK、あれをやってればなんか変わるなら。で、あの真ん中にいたらまずいんだ、きっと。こいつじゃない、ドリー多分。行ってみよう。あいつもやっつけないね。気づかなかった。お姉ちゃんまずい、もしかして。こいつも間違えちゃった。 OK。いろいろ OK。 あとお姉ちゃんちゃんと殺さないと。OK。 OK っていう表現。あとはネズミか、撃とかないと。 OK、 行こう。嘘。まあ、お、家はあなたを見つめ、ん？家はあなたを認めたわ。任務は果たされた。はい、あとはとりあえず生き延びる。もう終わった。時計の針が12時を回った。帰ってきた。タビ、お帰り。待てだ。ただいま。とってもいい子にしてたんだね。怖い。刺さないんだ、そこは。抱っこしてくれた。頭おかしいんだ、やっぱり。この後一緒に死ぬのかな。ドアには血だまり、カーペットへと染み込む。血しぶきが壁を覆い、あなたの指からも血が流れ落ちた。父は狂気に笑い、あなた抱きしめた。闇があなたたちを飲み込む。後には何も残さず。おー、嬉しい。2番目のエンディングを手に入れましたね。あなた、自分が賢いとでも思ってるんでしょ。あなた、あ、全然違うわ。とにかく時間の無駄遣い。
やつを止める方法はないのよ。これは終わらない。皆さんこんばんは、やっちと申します。今日はミルクアウトサイダーバックミルクがウィッバップアウトサイダーバックミルクやってまいりたいと思います。ではね、早速始めてまいりましょう。店がもうすぐ閉まる。あ、出た1だね、これね。この子が主人公だったのね。かわいいね。怖い怖いよ。大丈夫？あの私、怖いんだよ。お前、髪誰に切ってもらってんだ？それほど時間はかからない。何が見える？本当に？あったあった、なんか撮ってたね。車なのに車じゃないものに見えてたね。あ、おなおねみたいな怒ってた。ミルク1をね、まだ見てない人はね、ぜひ見てね、続きをお楽しみください。うん。ママ。はい。これでね、始まるみたいですね。見ていきましょう。新しいゲーム。何も見ないようにしながら部屋に向かって歩く。おどけた影たちがあちこちで踊ってる。壁とか天井とか。影の一つが私のそばを素早く通り過ぎて顔をほのかにかすめる。私は影になって目も触れずに微笑み歩き続ける。自制心や時間の感覚をパッと忘れる時がある。楽しい踊りに身を任せる。でも私は少し急いでる。ママがもう寝なさいと言っていた。キッチンを脱げて自分の部屋に向かう。ドアは閉まっているが、向こう側から冷たい空気を感じる。最初に考えたのは、中に生ける屍がいて鍵穴に息を吹きかけて嘲笑ってるんではないかって。バカね。キッチンに生ける屍なんているわけない。キッチンで屍なんて見たことがない。これは本当。私は閉じたドアに向かって駆け出した。影の無秩序な踊りは激しくなった。あいつらは私を止めようとしているのだろうか、落ち着かせようとしているのだろうか、わからない。関係ない。そうだよね。走りながら手を払って、鬱陶しい追跡者を追い払おうとしていると、立ち止まれないことに気づいた。ドアをぶち壊すしかないようだ。ゴリラかな。中に誰かいたら絶対に殺すって脅してやろう。あれ、待って。もう死んでる人に対して殺すって脅しになるの？それで生き返っちゃったらどうしよう。ダメダメ。これはボツだ。どうしようか。思考が完結しないままに肩がドアにぶつかり、ドアは開いた。思っていた通り、生ける屍はいなかった。でも、私が買った牛乳の袋があって、テーブルの真ん中に佇んでいて、瞬きもせずに私を見つめている。見つめ返す。何も起こらない。
でも私は何を求めていたんだろうか。感謝、感謝されるようなことしたっけ。牛乳は店の棚に陳列されたって、ママのキッチンに立って気にしないかもしれない。でもさ、店にある牛乳は誰も飲まないよね。じゃあ私は牛乳を世界中で一番安全な場所から得体の知れない恐怖の世界に連れてきちゃったってわけか。ごめんね、かわいそうな牛乳ちゃん。怖い。残念な気持ちでキビスを返し、急いで部屋に向かう。私が何かと関わると問題が起こる。狭い廊下を抜けて部屋に向かう。ドアの前に形はないが馴染みのある生命体がいた。私を手の中に閉じ込めて体中の匂いを嗅ぎ始めた。怖い。お腹を空かせた犬みたいだ。私は抵抗なんてしない。無駄だって分かってるから。ただ静かに待って私の動きを止めるきつい締め付けに耐える。怖いよ。パパかな。怖いのよ。人？生命体は頭からつま先まで匂いを嗅ぎ回った後、その醜い手を差し出してきて、刃物みたいに鋭く尖った爪をむき出しにした。また。私は疑問を持って目の部分に開いた底なしの穴を見つめる。動くな。生命体が私の手をぎゅっと締め付け、血管が浮く。眼球のない黒い穴を見つめ続け、痛みをなかったことにする。何度も約束したでしょ。じっとしろ。怖い。聞こえた瞬間、尖った爪が私の腕を貫いた。肌の下を這うようなかすかな感覚。ぎゅっと硬くなった。アキレス腱？腱。他には何も感じない。でも、その後、爪から毒を流し込んできた。痛い。注射かな？目の前に白いベールが現れて、指が痙攣し始め、震えはどんどん激しくなる。体のコントロールが効かなくなって、ゆっくりと床に滑り落ちた。この前と一緒だ。でも、なんでこんなに暑いの？今日はクーラーかかってないんじゃないの？血液が燃えたぎっている。強い震えが全身に駆け巡り、細胞の一つ一つが機能しなくなっていく。あ、なんか鎮静剤みたいな感じかな。静脈と動脈が熱を帯びて、その圧力で爆発しそうになる。私は声を上げようとしたが、言葉を生み出す代わりに声、乳白色の泡を吹き、怖い。泡吹いちゃった。それに気づいた生命体が怒って私の方に向かってきて、毒爪を腕に刺したまま首をわしづかみにされた。殺して、殺して。ヒステリックな悲鳴が廊下に響いた。自分かな。発作的に狂気を帯びた生命体は私の首を引っ掻き始めた。水しぶきがあちこちに飛んで光り、大きな音を立てて壁に当たる。後で全部集められるように一滴一滴が落ちた場所を記憶に刻もうとする。覚えなくちゃ。覚え。痛みの波がまたやってきた。すぐさま世界は真っ黒に変わった。牛乳はもう飲まないと言え。ぎゅ、言え。牛乳はもう飲まない。もう一度言え。牛乳はもう飲まない。牛乳はもう飲まない。俺は飲むぞ。いいか。怖い。どういうこと？アレルギーなのかな。うん、おはよう。やっと部屋に着いた。詐欺の出来事でひどく疲れていた。ありがたいことに自分の部屋は今も暖かくて快適だ。外から聞こえてくる変な音だって全く不安にならない。ああ、薬だったんだね。ママに寝るように言われたので支度をしなければならない。顔はもう洗って今は歯ブラシを加え鏡の前に立っている。
鏡の中の自分を見る。全く眠たくなさそう。うん、そうだよね。眠りに落ちる前の数分間が一日の中で一番好きだった。現実と夢の世界が衝突する必然的な瞬間を予想するのがすごく良かった。その瞬間のために起きて、その瞬間のために一日を過ごした。私の一番の夢は一日中寝ること。それって最高だよね。でも夢はいつもゆっくり、でも確実に手からすり抜けていく。まるで誰かが私の頭から一つまた一つと引っ張り出すみたいに、最後には何もなくなっちゃう。だからまた寝ないといけない。必要と感じなくても。わあ、お薬？顔を洗い終わったらいつも薬を飲む。面白いのがいつも何も考えずに一気に飲むから、どれにどんな効果があるのか全然わからない。今日はもっとよく見てみよう。指に挟んで遊んでみよう。噛み砕いてみよう。もう少し時間を引き延ばせるなら何でもする。滑らかな丸みのあるカプセルがこっちを見ている。濁った半透明のフィルムで覆われているけど、中身は一応見える。あなたの中には何が入ってるの？カプセルの両側から優しく力を込めると、なんと柔らかくてぷにっとした感触だった。強く押しつぶすとカプセルは弾けた。明るい赤色の液体がドロッと溢れ出てきた。やだ、汚い。カプセルはゴミ箱に直行させて、私は徹底的に洗った。ありえない、あんなもの絶対飲まない。次は血みたいな赤色をした平らな錠剤。何やら文字が印刷されている。なるほどね。これは眠気の薬だ。でもそのタイプの睡眠が欲しいわけじゃない。お門違い。偽物だ。ダメダメダメ。こんなの見たくもない。錠剤もゴミ箱に直行。30分くらい同じことをして過ごした。薬を全方向から観察して飲まない理由をこじつけた。その代わりに自分で薬を作って次々と飲み込んで、その治療効果に溺れた。ね、首の痛みがなくなってる。ね、手の痛みがなくなってる。ね、頭痛がなくなってる。ね、心臓の痛みもなくなってる。胃痛がなくなってる。ね、目の痛みがなくなってる。なんで早く思いつかなかったんだろう。簡単なことだった。今すぐ誰かに自慢したい。でもママはダメ。怒られるだけだから。それにもう寝てるだろう。理由もなしに睡眠の邪魔はしたくない。自分で考えよう。あとなんだかただ何気ない会話がしたい。誰が相手をしてくれるだろう。ねえ。え？私？おお。やっほー、久しぶり。1時間も経ってないでしょ、バカね。会うのは1日1度って分かってるでしょ。そうなんだ。もう一つの人格みたいな感じかな。じゃあ一番上を選択していこう。また意地悪言うんだね。少しでも楽しそうにできないの？ほんの少しも。ううん。じゃあ私も楽しくない。もうね、嫌だ。ずっとあなたの番だったでしょ。次は私の、あ、本当に二重人格系だ。まあよし。薬の効果が切れるまで静かにしてるから、それでどう？ねえ、そんなことさせないよ。私が少しでもいい気分になるために動いてもらおうからね。まさに今やってるでしょ。意地悪。そもそもなぜ不安に思ってるのだろう。
実はさ、あんたなんて必要ないの、まったくね。ん？今すごく力がみなぎってて気分がいいから何でもできると思う。あなたは？あなたはそんな私を見て自分の使えなさに苦しめばいいよ。へへ、今怒ってるでしょ。うん、すごくイライラしてる。ちなみにさ、使えないのもあなたの方だから。それから悲観的なのもね。いい気分をぶち壊さないでよね。一緒にいる時くらい楽しくしよう。ね。で、あなたの番なんだよね。うん。じゃあどれだけ続くか試してみようか。そうだね。私本当に悲観的かな。何か言ってよ。涙が頬を伝い、顎を離れ、それから服に落ちて穴を開けた。早いな。まあ予想はついたけど。ねえ、努力はしたんだよ。顔洗ってきて、それからどうするか決めよう。泣いたら負けなのかな。私はまた鏡の前に立った。壁から感じる、笑うような、煽るような、罵るような、なんだろうこれ。罵るようなかな、な視線に気をそらされないように、あざ笑うだ。あれ、うじゃない、わからねえ。鏡の中の自分を見つめる。すると鏡の中の私も気持ち悪い笑みを浮かべ、にいっと歯を見せてくる。目を閉じても意味がない。床を突き破って沈んでもきっと意味がない。頭の中で計算を始めた。2の2乗、 2×2 の2の2乗、ん？ 2 乗の2乗、四角錐の2乗、ピラミッド構造の立方体、ピラミッド構造の超立方体。気分が良くなってきた。よかったね。でも頭がどんな気分？バカにしてるんでしょ。一体に2、3回はこれ聞かされてるからね。ターン？この言葉嫌い？大丈夫？大丈夫じゃない。私、理由はわからないけど、私がコントロールできると思ったの。もう少しだったんだよ。何かを変えられるって思った。それでさ、牛乳だって変えたでしょ。そうだよ。どれだけ大変だったかあなたも知るべきだよ。それで薬を捨てたの？バカな決断だよね。そうだね。いい面もあるよ。何？良くなってるってことじゃないの？それはないよ。薬は飲まないといけないもの、捨てるもんじゃないから。バカだ、バカなんだよ。じゃあどうしてあんなことしたの？自分だけで戦えるって思った。正しかった。しばらくの間痛みが消えたのだから、今は3倍増しだけど、すごく痛む。早く薬を飲んで、出ないと話すのやめる。待って、見捨てないで。落ち込んで薬の棚に手を伸ばす。一粒、また一粒と飲み込んで、記憶の中に浮かび上がる嫌なイメージを追い払う。それでも私の頭は恐ろしい映像を描き続ける。透明な膜に包まれた血の塊が私の食道を通って、喉の内側を引っかいて傷を残していく。思いっきり頭を振った。めまいがしたって。痛みがひどくなったっていい。あんなおぞましいもののことを考えたくない。あなたは変わらないね。どういう意味？一人が怖いんでしょ。痛みよりも怖いんでしょ。うん、そうかもしれない。最後の錠剤を投げて口に放り込んだ。
床に横たわる。天井を見上げる。金属のパイプの中を水が流れていく音がはっきり聞こえる。コンクリートブロックがひび割れる音が聞こえる。いつかきっと私の頭に落ちてくるのだろう。でも全然怖くない。死が上の方から迫ってきているなんて想像できない。むしろ下の方のどこかで爪を研いで私の集中が切れるのを待ってるんじゃないか。話したい？もう話は十分。じゃあどうするの？少し横になりたい。天井が崩壊するにしてもそれは今日じゃない。静かごめんな。静かにしてくれる？考えを整理したいの。おー、上見てる風景か。未完成の思考を慎重に頭から抽出して天井に順番に並べてみた。これが私のコルクボードだ。全体像を見たいと思ってあちこち入れ替えたり重ねてみたり散りばめてみたり、最終的に投げ飛ばしてイライラしちゃってやり直し。私にはできない。思考は小さなものの大群と思えばいいんだよ。ゴキブリみたいに。うげ、ゴキブリって大嫌い。ホタルでもいい。どっちでもいいわ。ホタル。瞬きをする間もないうちに思考、かっこ今はホテルね。ホテルで、ホタル。今はホタルね。が、勝手に天井をぐるぐる飛び回り、気まぐれな模様を描き始めた。私にできることは観察して、その瞬間を待つこと。なんだか、その瞬間は来ないみたい。天井から、るような、あざけ笑う。違うんだな、なんかな。待って、嘲笑の嘲だよ。あざける。あざけるだった。天井からあざけるような羽音が聞こえてきて、我慢が限界に達した。もういや、大嫌い。私は跳ねて起き、声の限り叫ぶ。ホタルは散っていった。よく頑張ったね。初めからやり直し。待ってよ。不安定な行動は良くないよ。どうでもいい。気にならないってこと？気にするとでも思うの？うん。そういうものでしょ？本当に？人に当たることは恥ずかしいことじゃないよ。理由があるならね。理由があったんでしょ？きっと良くなるよ。信じて。じゃあ、やり直し。へへ。まだか。どういう意味？気にしないで。気が変わった。もうこんな長い間黙ったりしないで。あなたの助けがないとしんどいの。わかった。もう一度天井に視線を上げる。悲しいけど。ホタルはみんなどこかに隠れちゃった。見つけないと。そんなこと忘れてねよ。違うよ、分かってない。何かを考え始めたら、その思考は完結させないといけないの。部屋を見渡す。ホタルみたいな小さい生物が隠れられそうな場所は山ほどある。どこにでもいそうだね。突然、耳をつんざくような、轟き音が聞こえた。
時計が0時を打ったんだ。もう遅い。でも今ベッドに入るなんてできない。手伝ってくれる？お願い、手伝って。ねえ、意地悪はやめてよ。話をするって約束でしょ。床に転がっている間、何を考えてたの？どういうこと？あなたが誰よりも分かってるはずでしょ。てんてんてん。バカな質問はやめて一緒にホダル探してよ。正直、どこを探せばいいのか全くわからない。私も。部屋中めちゃめちゃになっちゃうよ。ダメダメダメ、ダメだよ。少しでも散らかっちゃうとすごく気分が悪くなる。今ある場所から何も動かさないように。どうして？理由を思いついた？え、私？いや、全く。思考の壁に立ち向かうってことを忘れたんでしょ？見たらわかる。失礼だよ。わかった。じゃあ今から部屋にあるゴミ山を1センチも動かさずにちっちゃな虫を見つけるんだね。うん。うわうわ。いいこと思いついた。この前ビジュアルノベルの主人公になりきったら目標達成できたのよ。今回はポイント&クリックのアドベンチャーゲームのキャラになる。知ってるだろうけど、ああいうゲームはいろんなものを見てるだけで何かが起こるっていう瞬間があるのよ。すごく面白そうだよね。いつも使ってるものは？それにも触れないでおくの？その方が楽しいだろうね。子供みたい。一番いいポイント聞きたい？プレイヤーはあなただよ。最悪。最高。私は選択肢がいくつも出てきた瞬間にパニックになるから。何度も意見が変わるし、最後は泣いて走って逃げるよ。それでもいいの？手がかかるな。あなたは決断できるってことがもう分かってるじゃない。どうして続けないの？ねえ、つまんない顔しないでよ。試してただけだから。全部背負う必要はないんだよ。助けを求めることも正しい選択だから。早く始めよう。部屋に入って辺りを見回した。私が小さな虫だったらどこに隠れるだろうか。ああ、なんてハラハラするんだろう。ワクワクして胸が熱くなる。ねえ、何？下を見て。私は視線を落とした。すると光と熱を帯びた小さな玉が私のセーターから這い出てきた。やった！やった！なんか蚊みたい。私は慎重にホタルを手に取った。触ると心地よい熱さを感じた。肩に乗せてみた。ごめんね、ちびちゃん。お帰りの時間だよ。命令されたみたいに、ホタルはゆっくりと上昇し、私の頭の周りを少し飛び回ったら、弾丸の速さで耳に飛んでくる。耳に飛び込んでくる。怖いよ。へへ、くすぐった。一匹は捕まえた。次に行こう。うん。あ、なんか探すんだ。ああ、ごちゃごちゃしてる。ああ。メモ。いつも使っているノートの一ページがガムテープで貼り付けられている。数字が書いてある。これが唯一、問題なく取り込める情報だ。用法、用量と副作用。ちょっと待って。セーブってある？あ、あるセブーセブー。はい。疲れたから休憩しよう。おしまい。ちょっとやりすぎ。これ以上やったらね。はい。それではね、今日はこの辺にしておきましょう。また次回もお楽しみに。またねー。
もう飲まない。俺は飲むぞ。いいか？